はい、じゃあ宮本さん、今日はどうもお時間いただきありがとうございまはい、あす。りがとうございます。はい、じゃあまず宮本さんから自己紹介をお願いします。今はですね、山梨県議会議員という仕事にありまして、当選3回目ということで、政治家になって10年目ぐらいになります。で、大学を出てからは、日立製作所というところに勤めていて、で、まあ、4年ぐらいで辞めまして、で、ある国会議員の秘書になってですね、で、そこで、やっぱり4年ちょっと、過ごして、で、まあ、故郷の山梨に15年ぶりに帰ってきて、最初に甲府の市長選挙にいきなり出まして、で、誰だって感じで見事に落ちまして、その後、統一地方選挙で、まあ、県会議員選挙があったんで、そこで初当選して以来、まあ、3期ということで、今、仕事をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は長岡造形大学の造形学部、デザイン学科の、教授を務めてます、水川と申します。私は宮本さんの政治家としての活動に非常に関心がありましてですね、私も勉強させていただきたいと思って、これからいろいろ宮本さんにお聞かせ願いたいことがいろいろあるので、聞いていきたいと思います。はい、よろしくおよろ願いしくしお願まいす。します。まず、やはり私、教育現場のことに興味が非常にありまして、宮本さんが政治家として実現したことの一つに、ICT の導入による、教育現場の時短を達成したとかですね、教育効果の、向上に貢献したという事例があると思うんですけれども、それが一体どういうことだったのかを、ちょっとお話を聞きたいなと思っております。はい、お願いします。純粋に県会議員なんですけど、甲府市と、Google さんってあるじゃないですか、Google ジャパンのエデュケーション部門、教育部門と、まあ、教育連携協定を結んでもらったってことをやったっていうことですね、なる主ほに。ど。その教育協定を結ぶっていう、中身が非常に気になるんですけれども、どういった中身なんでしょうか。まあ、あんまり全部言うとちょっとあれなんですけど、一番メインなのは、その、なんていうんですかね。まあ、教育現場の教員の先生方に、どうやってその端末を使うかとか、で、それを活用してどうやって子どもたちにより効率的に、より良く、より学びになるような教え方をする研修とか、あと、その実際使ってみて公務っていうんですけど、学校の先生たちのその業務とかが効率化できる。まあ、そういった研修をですね、めちゃくちゃ、他より優先的にやってもらったんですね。あとはそういったデバイスのちょっと優先的に使わせてもらえるような環境の提供とか、大体その2点かなって感じです。じゃあ、教員の方への ICT 機器の、活用の仕方、教育についての活用の仕方と、環境整備っていうようなことでしょうかね、これは。もう一回言いますと、この先生に対する使い方もちろんですし、まあ、あとはその教え方、そういったデバイスを使う教え方と黒板にチョークで書く教え方って違うじゃないですか。なるほど、確かに。だからそういった教え方とか、なるほど。で、あと、まあ、デバイスだけじゃなくて、基本クラウド上にあるそういうさまざまな、まあ、アプリを使うことで、まあ、学校の先生がいかにその効率的に、いわゆる授業準備ができたりとか、あとはその、なんていうのかな、まあ、例えばテストをやってすぐ回収できたりとか、そういうことで、まあ、時短になるよっていうことです。なるほど。やはりじゃあ、今まで先生方が使ってなかったそのデバイスだったり、クラウド環境というのを、いかに使って、効率よく今まで以上にやっていくかということを、Google の方の協力も得ながら、実施されたっていう、そういうことですかそうですね。ね、部分の方の協力を得てですね。そういうことですよね。はい、100%です。なるほど。そうすると、じゃあ、教育現場の先生にとってみたら、中にはそういうことに慣れてる人もいたかもしれませんけど、ほとんどの方はそうじゃない方で、かなり戸惑いというか。いや、もう反発しかなかったんじゃないですか、最初。いや、わかんないですけど、反発も大きいと思います。だって人間なんてみんな慣れてることしかやりたくないじゃないですか、あんまり。そうですね、基本的には。うん、そ大変こじゃないですか。が、そうですよね、その環境下に、もういきなりじゃあ、Google の方々の協力っていうのは、やっぱりある意味、そう簡単に実現しないことを、
実現をさせてしまったところ、まあ、当初はじゃあ反発もあったんでしょうか、これは。私直接別に聞いてないんですけど、はい。まあ、普通嫌ですよ。なんかまあ、考急にえれこれば。までやってる黒板に、はい、はい。チョークで書いてた人たちが急にパソコン与えられて、これあれあれやれっていう。それ慣れてる人はいいですけど、でも当時 Chromebook 使ってやるってこと自体はそんなに慣れてる人っていなかったと思うんですよ。なるほど、なるほど。うん。で、クラウドベースだって慣れてないし、普通の Windows じゃないですか。なるほど。Microsoft の Windows で、なんかどっかに保存してそれを送り合うみたいな感じのオンプレ的な扱い方しかしてこなかったと思うんで、そこのクラウドベースでオンライン、常にオンラインで、で、クラウド上で共同編集したり、共同作業したりとか、っていうのはそもそも概念もなかったんじゃないかなと思いますけど。まあそういうことですね。なるほど。だからそれをいきなりやって、でも、その中でも先生方の中でも、これは便利だなっていうことに気づくと、まあ、いきなりその環境から戻れなくなるというか、それぐらいのインパクトはあるんじゃないかと思うんですけれども、もう最終的なその結果の方で言うと、どういう感じになったんでしょうか。結果っていうのはどういう意味ですその効果というか、その実施した後はどうなったかということで言うと。か？実施した後、今、確か3年目か4年目になってると思うけど、導入して、確かそれぐらいだよな。そう、3なる年ほ目ど。ぐらい。どうなったかっていうのは、その前はこうで、今はこうだとかっまあそてうでこすと。ね、ビフォーアフターなることとか、まあ実際の声とか、そこら辺がどうなったのかって。まあ、それは Google 側の方の話でもいいでしょうし。まあ、すごい、例えばなんですけど、授業の、なんていうんですか、やるときの、例えばテストとかでも、まあ、小テストとかって昔、紙で普通に配ってたじゃないですか。まあ、それも別に、先生が作ったものを、まあ、一斉にその、クラウド上にアップして、一斉というか、アップすれば、まあ、それがもう、生徒たち25人だったら25人に配られるわけですね、一瞬で。まあ、そうでしょうね。それが、そのテストだったらテストでその場でやって、で、採点も、例えば4択とか5択だったら、生徒が回答した瞬間にも全部、正解、不正解が分かって、点数まで。それもデータ化される。あ、そもそも、宿題よく忘れたって話があるんですけど、子供たち、僕もそうでしたけど、今、クラウド上なんで忘れられないです。なんかアクセスああ。あれば、どっからでも端末さえあればどっからでも行確けかにるわそうですよね。け。インターネット環境さえあれば。忘れることもできないですね。なるほど。家に置いてきたじゃなくても、クラウド上にある。出してるのか出してないかっていう話ですもんね。で、あとはその授業も科目によると思うんですけど、例えばその共同編集ですよね。一つのそのプレゼン資料とかを、例えばグループワークで、4人とか5人の生徒児童が同時編集しながらアイデア集していくとか、あとクラスルームっていうのを使って、まあ、なんていうのかな、まあ同時に、まあ、あとはいわゆる掲示法を使えたりとか、そうですね。さまざまな、なんていうのかな、まあ、教育に良い、しかも効率的な、しかも学びが深くなるような、そのやり方になり始めていて、なるほど。で、あとは最近だとその AI 機能もすごく進化していて、まあ、これいいかどうか別として、例えば先生が朝の朝礼で毎朝1分話さなきゃいけないじゃないですか、多分。そこで、例えば何月何日朝、プロンプト入れて、今日はじゃあちょっと皆さんのモチベーションを上げるような内容でとか、ちょっと歴史的な考察もとかこう入れて、なるほど。で、ボタンを押すと、0.01秒ぐらいで、1分か、時間も1分間とか、そういう、ちゃんと入れてるんですよ。そうもう AI が多分作ってくれる。そうすると、まあ、毎日先生が考えなきゃいけないことである、あるけれども、まあ、今日はちょっと他のことで時間使っちゃったって時は、そこにこう任せることで、もう時そ短のにも仕な事ると。になりますね、他に。なるほどですたまたね。まその使い方における、ここでなんかそれをね、紹介するあれではないんですけど、なるほ本当ど。はちょっと講師の教育委員会にちょうど来週会うので、そのほう時ほう。には成果っていうか、どれぐらい効率化されたかって聞いてみますけど。ぜひお願いします。興味深いところですよね。で、今お話あったような、
ことを、今のお話を聞くだけでも、かなり現場の時短がいろいろなところでできるんじゃないかなっていう気もしましたし、あと、まあ、ちょっとこれはちょっと教育側の先生方もどう思われるかということはあるんですけど、先生がこういうふうに時短しているよっていう、まあ、朝礼のお話の話もそうですけども、すべての手の内見せちゃうと、ちょっと先生は AI を使ってるのかみたいなことになる、もうなるかもしれませんが、むしろ、いや、AI を使ってこのような内容にしてみましたっていうことも、もしかしたら教育の一つに学びですよね。なるかもしれないですよね。それがただ単に、こう、時間をこう、サボってそれを使っているということじゃなくて、効率的にちゃんとやってる、先生もやってるっていうようなところを見せられたら、それはもう教育になってしまうんじゃないかなっていう気もしましたし、まあ非常にその、今やられてることも3年間ぐらいやられてるっていうことですけど、ちょっと中身が非常に気になるところでした。甲府市の事例は結構全国でも非常に成功事例として、Google さん自体も、なんて言うんですか、高く評価していて、確か、総務省かなんかで、教育の DX かなんか、そんな統計だったと思うんですけど、始めた年は確か全国です。自治体で1700番目ぐらいだったのが、今年は多分600番とかそれぐらいになったっていう数字も、ちょっとごめんなさい、記憶定かじゃないですけど、この前なるほど。見たときにそんなのもあったんで、なる非ほ常ど、なるほど。にうまくいってるなということですね。あ、非常にじゃあ、やはり、導入する前と今であれば、もうだいぶ違ってきてるってことですよね。そうですね。あ、非常に、その事例、興味深いので、ちょっとまたさらに、今後も、宮本さんを通じて、ちょっとお聞かせ願えればと思うんですけれども、私も、Google Classroom は大学の授業でも使っていて、で、学生のレポートを Google Classroom にアップしてもらって、で、まあ、授業中に私も学生のこのレポートをいくつか紹介はしたりするんですけども、まあ、授業時間中に全ては紹介しきれないということで、中にはもちろん紹介しなくてもいいものが当然あるから、他の全ての学生にですね、お互いの提出したレポートを見れるように、共通のリンクをそのクラスルームに貼って、まあ、お互いに見れるようにしてるんですよね。まあ、そうすると、私もちょっと気づいたんですけども、私が講義をしていいもの、私が思ういいことを伝えるっていうことは私の価値観でしかないけれども、やっぱり学生同士がですね、何考えてるのかって、同じ同学年、同クラスでですね、意外とそれって、友達同士だったら話すかもしれないんですけど、友達ではない同学年の人の何を考えてるかを学ぶっていうのは非常にいいらしくてですね、やはり私だけが知って成績をつけたりとか、そういうことじゃなくて、別に成績がどうこうではなく、同世代の学ぶ人がどういう考えなのかを同じタイミングで知るっていうのは、とても価値があるらしいんですよね。まあ、なので、何が言いたかったかっていうと、やはりその ICT 導入っていうことは時短にもなるし、その自分たちがお互いに理解をし合うっていう時間も短縮できるというか、そういうメリットが相当あるんだな。まあ、それは教員も含めてですけどね。そんな気がして、すごい有意義なことをやられてるんだなっていうふうに感じてます。ありがとうございます。水川さんご存知のように、もともとこの、まあ、Google ワークスペース for Education か、これ自体、そもそも Google の、その社員さんたちがいかに効率的に働くかっていうところを、突き詰めて出来上がった一つのスキームというか、なんていうのかな、ホームなんで、で、それをアウトソースというか、外に外部化しただけなんですよね。エデュケーなるショほど。ンにやってみたり、普通にワークスペースとして一般企業の人に、まあ、使ってもらうようにしたりとか、よりああいった世界で最も成功したICT の、まあ、テック企業が、の社員が、優秀な社員の人たちがいかに効率的に短い時間で結果を出すかってことに、考えて作り上げた共同作業にしてもそうなんですよね。だから、まあ別に、水川さんの先生のその生徒たちが感じたことっていうのは非常にこう、理にかなってるっていうか、まあ、多様な考えを知ることで自分の考えを相対化できたりとか、まあ自分が勉強になるっていうのはすごいその本当に理にかなってるんじゃないかなって思いままあ、すね。
なるほど。やっぱり Google の方々の働きからやっぱり導き出されたということで、それはどういう組織にも、まあ、応用可能でしょうね、これは。なんか昔の話だけど、多はい。分水川さんもマイクロス、Windows 使ってた頃に、多分ドキュメントを、はいはい。Word をどっかに保存して、で、こはれい。は1回目の修正、2回目の修正、3回目とかこう続はい。けつけたりとかして、いちいちやったことありまハーす。ドディスクに保存しながら、で、それをなんか仲間内で共同作業してる場合、送り合って、どれが最新のやつか分かんなくなるみたいな、はい。本当に非効率的じゃないですか。はいそんなのやってらんないよっていうとはころかい。うん。ら始まったっていうふうに聞いてますよね。なるほど、なるだっほど。たらクラウド上に置いといてみんなで気うん。がついたときにそのファイルを直していけばいいじゃんとか、あるいはそうで同す時にね。ミーティングしながら同時に共同編集していけばいいじゃん。うん。だまそうさにそれが今後ん。の学びの場のスタンダード、デフォルトになってきてますよね。そうですね。やはり、それがやっぱり一番効率がいいってことが分かれば、どこもそういうやり方にだんだんなっていくし、なっていくのが自然な気はしますよね。まあ、それがまさに行われているってことですね、今。まあ、本当は別に Google って外アメリカの企業じゃなくて日本の企業のそういうプラットフォームを使えればベストだったんでしょうけどね。なるほど。そうすると、じゃあちょっと宮本さんにお聞きしたいのは、まあ、今後の、まあ、その時短の先にある、より進んだ、まあ、教育のあり方っていうのは、こう、まあ、今、Google さんの力を借りたっていうのは当然あるんですけれども、まあ、そうじゃないこともあり得るっていうこともちょっと考えられるかもしれなくて、今後はどんなことがあり得るんでしょうかっていう、ちょっと、漠然とした質問なんですけども。デバイスはちょっと別にその時その時の時代に合わせたものを使えばいいだけだと思うので、はい。それはそれで結構な話じゃないですか。ただ、うんうん。先生の役割が大きく変わってくると思っていほて、うほうほう。うこれまでは多分その知識を、ん。まあその自分が知っている知識や、その子供たちに知らせなきゃいけない知識を、はい。まあ教えることが教師の役割だったじゃないですか。まあ、今まではそうですね。でも別にそれは、ググれば出てくるわけで、で自分が関心、興味、関心があれば、別にそれはオンライン上に全部落ちてるんですよね、今や。確かに。で、ポイントはじゃあそういう子どもたちを導いていくのが先生の役割。だから、ある意味ディレクターというか、コーディネーターというか、ここにこういう仕事があるよとか、世界もこういうふうに変わってきてるよとか、なるほど。まあ、こういう、ね、歴史、例えばまあこういった、まあ、歴史的なここでこう大きな変換点があって、今があって、今後こうなっていくからかもしれないから、こういうことを学んだ方がいいよとか、あとは、その子供たち一人一人に、まあ、そのパーソナライズされた学びというか、その子が興味関心がある分野に導いていってあげて、今それはこうなってるから、こういうふうに学んだ方がいいんじゃないかなるほど。と。だって下手すれば AI にとって代われるリスクだってあるわけ確かにそうですね。で。ちょっと前ですら YouTube にとって代われるよねと。だって日本の教育の小学校1年生から高校3年生までの全ての教科の全ての授業はオンライン上に落ちてるわけでしょう。YouTuber の先生方が。塾の先生とか。なるそほれど見ね。た方がもしかするといいかもしれないですね。わかんない、その。確かに、確かに。だからそれをこう、で、それが今度下手すると AI にとって代わられるリスク。そうですね。教え方がうまくて、ね、ディープラーニングして、ビッグデータの中でいかにこう効率的に分かりやすく教えることが、こう子ど、その子供にとって良いか、あるいはそれも個別最適化された学び、というこう方向性もあり得るから、とはいありえ、ますね。人間は当然必要なので、まあ、人間の先生、じゃあその先生がその持ってる力、フェイストゥフェイスで子供に伝える力っていうのは、やっぱり同じ人間としての、まあ、その人生経験だったり、様々な、そのあり方、生き方、哲学。そういったものをこう、教えてコーディネートしていくというか、まあ、あるいはディレクトしていくというか、導いていくというか、そういう役割になっていくのかなと思いますけど。なるほど、ありがとうございます。確かにその、まあ、ガイド役とかディレクション役、まあ、そういう、こう道しるべを示せる人、機械ではないけれども、まあ、この人に、この先生に聞いてみたいという先生になれればということですよね。なるほど、確かに AI ができてしまうことっていうのは、
教員と被るところは当然今までの教員像っていうのは全部ね、AI でも当然効率よくやっていけると思うんですけれども、まあそこができないことをやらなければっていうのはやっぱり教員側も意識していかないとなかなか、まあこれはいい意味で AI との競争なのかもしれないですけども、気にせざるを得ないですね、私もそこは。なるほど。まあでも、じゃあ宮本さんとしては、政治家の宮本さんとしては、まあその教育では教員側ももちろんそれはちょっと将来は考えなきゃいけないんですけども、政治家としてそこに貢献するっていうことは、やっぱり最新のことを、まあ教員側に提供する役回りというか、まあそういうところになるんでしょうか、政治家の方としては。そうですね。まあ、もし早く情報が私の方が他の方より入る環境にあるならば、まあ、その環境に子どもたちが遅れないように、なるまあ、ほこど。れもアップデートしていってもらう環境を作ることですよね。そういうことですよね。教員側がこう自分たちで変えるっていうのはちょっとなかなか難しいところはあるんでしょうかね、やっぱり。文科省が変わらないから変わらないじゃないですか。そこですよね。だから、まあそうするとやっぱりそこで政治家の方の、宮本さんのような方が動いてそこが変わっていくっていう、やはりこれは政治家のお仕事ということになってくるんでしょうかね、ここは。まあ、本来、文科省の役人の方々に対して、国会議員の先生方が、ディレクトしていかなきゃいけないと思うんですけど、まあ、僕は山梨の県会議員なんで、まあ、山梨県に対してインチャージしてるというか、コミットしてるので、まあ、それは、そうですね、そこに関しては、まあ、できる限りのことはしたいですね。自分が、やっぱり、まあ、そこの山梨の先ほど言われても、今実施されている山梨県の事例、Google と山梨県との事例っていうのが、まあ、世の中に浸透したりしていくと、まあ、その流れを作るっていうことも山梨からできていくっていうことになるわけそですね。うですね。まあ、山梨、まあ、これ自体は別に、あんま新しい、世界的に見たらあんま新しいことでも何でもないと思っていたので、まあ、むしろようやく追いついてきたよねっていうぐらいな感じじゃないですか。非常にでも、一人一台端末ギガスクールが始まって、もうすぐ1分か3年、4年か、4年経つの、5年。で、まあ、その時点で、他の他の先進国なんて一人一台端末って比較的当たり前だったんじゃないかなと思うし、まあ、日本の教育が、やっぱり近代化、日本も含めて産業革命以降の、やっぱり大量生産、大量消費的な、いわゆる画一的なものを作っていくために、まあ、工場労働とかそういったことも含めた、そこで勤務される人たちとして、やっぱり、なんていうのかな、どういう教育があったらいいかっていうところから始まった、近代化における産業革命時代の教育、それにずっと多分引きずられてて、それにずっと残ってきたと思うんですよね。我が国の教育って。からようやく脱却するために、まあ、デバイスを使った。それは、まあ、Google の Chrome、Microsoft の Windows、そしてね、Apple、iPad、どれでもいいわけですけど、まあ、パッ僕ドはです。たまたま Google と縁があったんで、まあ、Google の、まあ、当時のクラウドベースっていうのが一番いいよねと、思ってましたし、ビジネスモデルも売ってたんで、それを使って、まあ、少しでもいい方向に、子供たちの未来が開けるような方向に、まあ、今、いい方向に進んでるなと思ってますけど、まあ、ここからどうなっていくかっていうのはまたね、そこは、まあ、ちょっと AI が本当にディストラクティブというか、破壊的なイノベーションをもたらす可能性が高いので、どう変わっていくのかまで、ちょっとそこは予想はつかないですけどね。そうですね。でも今の今日の宮本さんのお話ですごくそうだなと、特に思ったところは、デバイスは何でもいいけれども、やっぱり効率化は実際できるっていうことは、それは当然としても、例えば教員側の話で先ほど出たのは、まあ、
教員側が変わっていくっていうところですかね。だからデバイスが変わってきたり、まあ、効率が上がったときに、それはそれで手段なんだけれども、やはり学び方、お互いにこう学ぶ形が、教員はやっぱりガイド役とかディレクション役になって、それでいても頼られるかっていうところだとかですね。そこが本当に興味深いとこですし、私の教員としては、そこをどうしていくかという、特に考えなきゃいけないっていうところかなと思いました。で、あと、そういうことで言うと、これは私の方から思うのは、若者がやっぱり政治に対してどう考えていくかっていうことも、今日の話で言うと、そのデバイスとか、そういったツールによって政治との向き合い方も、また変わってくる可能性があるのかなというふうに感じたんですけれども、そこはいかがでしょうか。そうですね。まあ、それはどっちかというと、デバイスなんて SNS ですよあ、なるほど、なるほど。わかりやすく、そうですね。ね。まあ、SNS で、まあ、その政治との関わり方っていうのは間違いなく変わってきたし、その、もう若者というか、少なくともその、我々政治が、まあ、県民、市民、国民にアクセスするときに、かつては、一軒一軒ピンポンして、紙を郵送して、あるいは街中で急にマイク持って喋り出して、あとはどっかで集会やるから人に来てもらってっていうことやんないと、まあ、あとテレビ、オールドメディアなのかどうかわかんないけど、テレビ、ラジオ、新聞というそのマスメディアを通じて、するしかなかった中で、まさにこの YouTube しかり、まあ、ね、インスタ、まあ、Twitter、X か。で、Facebook とか TikTok とか、まあ、それで、まあ、その人のコンテンツが良ければ、まあ、いくらでも多くの人にリーチできますもんね。そうですよね。だから老そ若こは、男女。そうですね。だからまあやっぱり政治というものが、まあ政治家の方々ももちろん SNS とかを活用し始めていると思うんですけども、これからやはりそういうところの発信がより、まあ、必要になってくるっていうことですかね、これは。いや、もう必要って不可欠じゃないですか。必要不可欠ですよね、もう今は。もう、もう当然のごとくというか。なるやほど。らないイコール死みたいな、下手すると。そういうことですね。もう発信をしなければならないぐらいなことになっていると。なるほど。そうしましたら、本当に今日は宮本さんからいろいろ ICT 導入のお話聞けたんですけども、今後もSNS などを通じて、いろいろこう、政治家としての、いろいろやってきたこととか、考え方っていうのを伺っていきたいと思いますけれども、よろありがしいとうごでざいしょます。はい、もちろんです。よろしくお願いしまうか。す。また今後もですね、いろいろなお話、考えていることをお聞かせ願えればと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いしまではす。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。